ついにだ、ついにアサギーニャのオリジナルパジャマができた。これだ、これだ。今から打ち合わせを始める。よろしくお願いします。パキュン。え、まあなんかちょっと増やしたら、え、量ある？結構詰め込んでるんですよね。嘘でしょ。的に、いやだって、ね、パジャマについてくるカタログ、かわいよー。これが歌詞、歌詞がこうやってつながってて、どう、しびれた。かわいいカタログができてる。めっちゃ嬉しい。これほんとレアですよ。買った人にしか手に入らない。めっちゃいい。メイクな、私人にメイクしてもらって動画を撮るの初めてです。着替えます。できた。パキュン。これどう、色アボカド、目覚まし靴下ガール、ふわふわ。かわいいものがいっぱい。かわいいものと撮ればそりゃかわいくなるわ。パキュン。撮れたよ。このパジャマを活かしてね、いろいろ撮りました。パキン。本当は最初はこのホテルのパジャマみたいにこうストンって感じにしようと思ったらね、まっすぐだけど、ここを結構ワイドにして、この肩もこうちょっと落として、と襟もちょっと大きくしました。本当はもっとちっちゃかったの、出来上がった時ね、最初だけど、ちょっと大きめに作ってゆたっと着れるような感じで、パンツも短めにして、はい、こんな感じで。パキン。かわいいでしょ。ここに顔を乗せる。あ、もうですかね。パシャパシャパシャ。パキュン。デニムとも合わせられるのよ。お花柄だけど合う。次はパジャマの短パンとシンプルな T シャツでパジャマ短パンコーデ。いいのがいっぱい撮っていただきました。わー、楽しみ。パキン。終わったー。こんなにがっつり撮影できるとは思ってなかったから、すごく嬉しいです。アサギーニャの世界観を、いつもの YouTube だけじゃなくって、物、映像、音楽、ファッションといろいろな幅を広げていきたいと思いますね。カタログもパジャマを買った方限定なので、手に入れてくださいね。